可愛いささみちゃんは小学4年生の可愛い女の子。でも実は魔法少女プリティサミーだったのです。そしてプリティサミーは大人に変身することができるのです。連続ラジオドラマ魔法少女プリティサミー第5回ささみショック、ラブラブ恋のトライアングルの巻。私のもの、ダメだ涼子、あんな奴の言うこと聞いちゃいけない。うん、そろそろ素直になりなさい。ミュージックスタート。ザ・スクラッチ・オン・ザ・オール・ライフ。オー、ラブラブ、オー、ラブラブ、オー、ラブラブ、イエイ、ラブラブ。みんなで取り囲みやがって。そんなことで俺はで、へえ、俳優中普段で、ええじゃないか、ええじゃないか、優しい男で、ええじゃないか、ええじゃないか、涼子ガールが好きでもオールライツ、オールライツ、涼子愛してる、抱きしめ。ああ、こんな積極的な天地は初めて。私も抱きしめ。これで二人の恋はハッピーエンド。うん、いいことした後は気分リフレッシュだわ。何がリフレッシュよ。そんなインチキ恋する乙女は認めないから。ほわっと、まさかどこからともなくするこのボイスはトー恋も魔法もサミーにお任せ、魔法少女プリティサミー、本当の恋を届けに参上です。おー、さっそうとお立ち台に立つそのナイスバディはほわーい。へへんだ、プリティサミーには大人になれるミラクルパワーがあるんだい。目を覚まして、天地さん、涼子さん、二人をラブラブにしたミサの本当の目的はその影で泣く彩香さんの失恋エネルギーを増幅するため。こんな仕組まれた罠にはまっちゃダメだわ。まあズバーリ、成長すると恋愛感も発達するのかしら。涼子さんお願い、彩香さんの気持ちも考えてあげて。いやかましい、どんな手段を使ったっていい。今の天地は私だけのものだ。はあ、ええじゃないか、ええじゃないか。涼子さん、ミサの魔法にかかった涼子さんには何を言ってもダメだよ。サミ、どうにかミサの魔法の力を解かなくちゃ。でもどうやって。シンキングの時間はなくってよ。ゴーアタック、ダンシングラブラブチーム。モンスター化した。いきなり大ピンチ。
遅くなったけどようやく着いたみたいね。天智ちゃんたちもうとっくにフィーバーしてるのかしら。あら、なんで戦車が、ん、なんだ、誰か来たの。悪いけど今日はもう、おお、戦車、ファイヤー。あー、しっかり囲まれちゃったよ。短い間だったけど、エンジョイは、名残惜しいけど、そろそろクライマックスね。グッドラックサミな、何事、ハッブ。うまく出し抜いたつもりでしょうけど、この私の情報網を見くびってもらっては困りますわ。とわたくしを騙して天智様とこのようなところで会いびきとは、涼子さん、今日こそは決着つけさせてもらいます。ああ、あえかラブラブ涙に暮れた公園から費やすこと1時間42分、私の特訓の成果見せてあげます。ダメよ、彩香さん、やめて。いよっ、ほっちとてんしゃんと。だー、なんだよ、特訓って踊りのことか。あら、だってデスコって踊り踊るところでしょ。私、踊りで涼子さんに負けるわけにはいきません。それちとてんしゃん、いよっ、ほっと。あら、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 なんだか知らないけど、ずいぶん派手に盛り上がってるわね。よし、こうなったらママだって負けてらんないんだから。一番、河合千尋、愛の負け戦。苦しみ出した。そうか、サミー、リサは音楽に催眠音波を乗せてみんなを操っていたんだ。って、それってどういうこと。音響室を破壊すればリサの流している音楽が止んで催眠が解けるかもしれない。よし、そうと分かれば。それはダメ。ちょっとモーメント、プリティーコケティッシュスーパーボンバー。風でぶっ飛んで、そこに伸びてるのがそうじゃない？え？あー、大変！しっかりして、天智兄ちゃん！あ、じゃなくて、天智さん！あれ、ここは？気がついた。よかった。あ、君は誰？確か、どこかで会ったような。天智さん、今回は無事に済んだからよかったようなものの。無事なんだろうか、これが。優しさと優柔不断は紙一重。もっと、自分の気持ちを大切にね。え、うん。そうだよね。それじゃ、またどこかで会いましょう。とう！あ、待って！君の名は？恋の悩みはサミーにお任せ！今度また女の子を泣かせたら、サミーがただじゃ置かないから。サミー、僕のことなんであんなに知ってるんだろう。
サミーか。また会えるといいな。そういや、僕が女の子を泣かせたって、一体。リョーコさん、大体あなたは人を騙そうだなんて、その根性が腐っております。だから、私は知らないって言う。またやってる。私落とし入れてる。ちょっと、ガタガタうるさい。二人ともやめろって。勝負よ、勝負。まあまあ、みんな元気になってよかったこと、めでたしめでたしですね。どこが、結局元に戻っただけじゃない。空は雲一つ晴れてないわよ、津波。あらあら、そう。ま、そっちの方が私には都合がいいんだけどさ。ジュライヘルムが変わらない以上、サミーは何の結果も出してないってことだし。まあまあ、よく見れば、ほら、ずっと遠くの方に一筋光が差し込んで、あれは素敵。誰かが本当の恋を知った光だわ。え、ささみちゃん、頑張ってね。かっこよりが似合った持ち肌。おはよう、ささみちゃん。おはよう、天智美ちゃん。ささみちゃん、おはよう。みさおちゃんだ。天智、待ってよ。天智様、天智だな。ささみちゃん、俺先に行くね。ダッシュ。え、だって天智兄ちゃん。ああ。たく、何一つ変わってないんだから。ささみちゃんたら。でもね、でもささみはそんな天智兄ちゃんが大好きなんだ。男同士の愛が変わる。